こんにちは。今日はビオフォ社ドライブレコーダーを案件としてご紹介します。前後を記録するレコーダーです。煽り運転や交通事故に巻き込まれた時に必ず一助となるはずです。ビオフォ A129 プラス、量は129シリーズ最新モデル、 2K プラス 1080p 前後録画ドライブレコーダーです。イメージセンサー、ソニースタールビス、画素数フロント500万、リア200万、レンズ F1.67 枚オールガラスレンズ、画角140度格子夜角、ディスプレイ2インチ TFT、 映像補正 HDR、 ストレージマイクロ SD 最大 256GB まで対応。綺麗な化粧箱に格納されています。これはリアカメラ、フロントカメラの本体、保証書と取扱説明書、付属品です。カメラレンズは稼働します。リアカメラを取り付けます。パーツクリーナーで脱脂しましょう。上側にケーブルをつなぐので余裕を持たせてください。リアカメラのケーブルは余るので天井張りに隠します。すべての取り付けが終わりました。マイクロ USB を挿入して電源を入れます。内蔵 GPS で日付等の設定はいりません。カメラの位置を合わせてください。リアカメラも合わせてください。速度と現時刻はここに記録されています。解像度は 2K30m くらいからナンバーが認識されますね。
リアは5メートルくらいでしょうか。いかがでしたか。企業案件といえども適正な評価をしましょう。今回のドライブレコーダーは性能が良く値段も安い方ですね。画像はとても良いと感じました。世の中のお父さんおじいちゃん、やられたら泣き寝入りなどしないでください。倍返しだ。スマホで詳細設定もできるけどしなくても大丈夫。面倒な操作はありません。いってらっしゃい。気をつけてね。ご視聴ありがとうございます。ビオホドライブレコーダーよろしくね。